正方形にします。次に半分に折って、それを正方形に折って、手前を真ん中の線に合わせて折ります。そうしてこの中心部分からこの辺を先ほどの折り目に合うように折ります。そうすると60度ができますから、裏に折り返して6つ折りができます。ここに垂線の型を書きます。型紙の真ん中に折り線を書いておきます。花の真ん中の黄色い部分の型紙を作ります。まず500円で丸を書いて、真ん中にも丸を描きます。こちらは薄く描きます。そして中心から真ん中に伸びるように線を描いていきましょう。濃い色の紙の上に乗せてコピーをします。このコピーをもとに型紙を作ったのがこれです。この型紙はコメントの URL からダウンロードすることができます。